皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、Steam で発売されたこちらのワンハワーワンライフですね、こちらに挑戦していきたいと思います。ゲームタイトルの通り1時間で、はい、ということでこちらはもう飢えて死んじゃったちょっと待ってすぐ死んじゃうんですね、これ。ということで、こちらのゲームは、ゲームタイトル、ワンハワーワンライフということで、1時間で人の一生を体験できるオンラインゲームのようですね。よし、ちょっとチュートリアルなんとなく分かったので、オンラインでやってみましょうか。はい。来た。赤ちゃんですね。あ、なんか家がある。これもうみんなオンラインでやってるってことですよね。かわいい。あ、なんかコミュニティができてますね。これみんなプレイヤーですよね。なんか家族がいる。まだ全然喋れない。イブって名前つけられた。一文字しか喋れない。育ててくれるのかな。イブまで育ててくれてあ、育ててくれてますね。うわ、すごい。農家がちゃんと育ててくれてる。まあってとかなんかすごいいい場所に生まれたのかな。すごいでっかい家ですね。赤ちゃんは何もしなくていいのかな。お腹減った。あ、髪の毛生えてきた。女の子か。まあ。お腹減ってる。あ、食べていいのこれ。あ、もう自分でご飯食べれるようになった。ああ。何すればいいの？なんかいろいろみんな頑張ってる。どうしよう、お仕事わかんないんですけど、ご飯だけ持っとこうかな。まだ子供だからいいかな。フードヒア。ノープログラムって言ってる。バイって言ってる。いいですね。ドーンとだ、死なないように。どうすればいいんだろう。まだ子供だから遊んでればいいのかな。特にできることなさそうですよね。ああ、この木の実を集めとくか。えらい。ちゃんと木の実採取しとこう。たまにつまみ食いして。コンポストを作れてっていうの。
はいはいはい。あ、木の実採取はできますね。あ、だんだん成長してきた。今何歳ぐらいなんだろう。いいですね。コミュニティできてるといいな。すごいな。みんな働いてますね、世話しなく。でも1時間で死んじゃうから、こう働き手がいなくなったらこのコミュニティいつか終わっちゃうんですよね。永遠に働き続けるのこの人たちは。あ、もう木の実がない。食べとこう。あ、なんか土を撒いてんのかこれ。それどうやってんの。あ、水揚げとかしてんな。あ、これ水揚げてるんだ。なるほど。それ、そのお仕事やりたいな。ここに置いとくか。なんかついてきて、懐いたの？子供がお世話が始まった。子供の、そろそろ大人の女性になったからもっとお仕事しないとダメですよね、これ。ひたすらこのご木の実採取から先へ進まないな。なんか他の人の行動を見とくか。なんか見に行くか。やれることはないんですかね。死体がいっぱいある。いや、ほんとでかいですね。これ持っとくか。ああ、すごい。ああ、こっから木を持ってく仕事もあるってこと？そういう仕事もしていくか。木を運んどくか、荷物。やることなんか木を運ぶ仕事ですね。切られた木を。赤ちゃん生まれた。あー、火が消えてる。食べさしとこ。赤ちゃんでも育てるか。子育てしましょう。いい大人になったんで。あれあれ、マイベイビーは。マイベイビー、ここ置いとくか。子供を育てよ。食べない。やばい、役立たずのまま一生終えそうだな。一人ぐらい育てればいいでしょう。子供ですね。あ、子供用になんか服をあげてる。あ、それ子供用の服じゃないでしょうか。こっちの服でしょう。違うの。子供についたぞ、これ。子供の頃からこんな豪華なもの着せちゃダメでしょ。あ、でもこれ自分の子供分かりやすいですね。過保護だな、だいぶ。育ったか。あ、子供、育った。もう独り立ちしましたよね、これ。じゃあ、いいか。また木こりの仕事でも行ってくるか。木を取って、木を運ぶ仕事ですね。意味あるかわかんないけど。子供、あ、また子供が生まれた。子育てだな。子育て専門になってる。はい、ベイビー。
2人目の子供ができた。なんか顔がすごいんですけど、この子。あーない。あー死んじゃった。なんで？子供死んじゃいましたね。これをファームに持ってけ。おじいちゃんに教えてもらう。あ、見せてあげるって言ってる。裸のおじいちゃんがなんかファームのあれを見せてくれるって言って。バスケットとボールが必要。ほえ。あー、なるほど。ほえ。あー。おじいちゃん死んじゃうのか。なんか農業のやり方ちょっと教えてもらったけど、優しい。ちょっと寂しいですね。これか。あー、できたできたできた。このちっちゃいやつか。なるほど。あー、ようやくわかった。これ誰かがこれを持ってきてくれたんだな。ソイル、これでちょっとお仕事ができてきたかも。あー、これもう枯れてんのか。あ、やばい、白髪が生え始めてる。結構あっという間ですね。まあ30代ぐらい、30代ぐらいですかね、これ。この人生はつらいな。木の実をひたすら管理する人生だったな。あ、やばい、減ってきた。ついに上限値が減っちゃった。こっち側見に行くか。うわー、沼地になってんだな。洞窟みたいのもある。なんだそれ。なんか取ってくるか、遠出して。クマかなんかいるってこと。あー、やっぱちょっと離れるといろんなものあるんだな。あ、なんか手に入れた。それで拾ったんで持って帰りましょうか。あー、ヤギがいる。お腹が減りやすいな。置いとこう。いや、もう体力がないや。そんな遠出、若い頃にもっと遠出しとけばよかった。この村しか知らないからな。あ、なんか落ちてんな。いや、もう老いて死ぬな。その前に何か成し遂げたい。少しは役に立って死にたいな。広いですね。あ、なんかある。あ、切れた。いいですね。ようやくおばあちゃんになって、初老ぐらい。もう50歳ぐらいですよね。もうそんな長くないな。無理しちゃいけませんね、おばあちゃん。特には何。ああ、もうおばあちゃんになってきちゃった。おばあちゃん一人旅ですね。もう木の実を持って、何もないな。乾燥地帯か、この辺りは。狩りとかもしたかったですね。やばい、おばあちゃん食べた。木の実とかも全然ないんだな。ここにちょっとあるのか。だいぶ遠出したけど、何か村のためにできることはないな。ここなんかできてんな。キノコ、キノコ持って帰るか、おばあちゃん。せめて最後にキノコ届けよう。
キノコを採取した。あー、やばい、お腹が減ってる。やばい。やばい、食べれるこれ。あ、食べちゃった。結局キノコ食べちゃった。カゴかなんか持ってくればよかったな。もう死ぬ。上が早い。あー死ぬ。ほんと死んじゃう。あー帰ってきた。こっちか。あーおばあちゃんもう死ぬ。もう死ぬ。おばあちゃん。危ない。ギリギリ。なんかいろいろくっついてるんですけど、これどうなってんのこれ。なんかいろいろバグってる。どうなっちゃったのこれ。体がいろいろバグってますね。みんなバグってるんですけど。あ、そう、おばあちゃんだからおかしく見えてるってこと？もしかしてそこまで再現されてんの？そういうわけではないのか。誰かに着させてあげたいな。最後に子供に着させてあげたい。この羊のウールのあれを。徘徊したじゃん。あー、もうお墓がいっぱいある。結局この畑、木の実畑からほとんど移動しなかったな。最悪な一生だった。まあもう、あーもう死んじゃうなこれ。ここら辺で最後は誰の手も煩わせることもなく死んでいくか。なんか活気がなくなったなこの村。あ、死んだ。食べなかった。60歳。静かに木の実畑で一生を終えましたね。